はい、本日も始まりました、コルパ放送局ですね。本日は、大垣のプチハツラツ市に遊びに来ております。時刻は1時30分になりました。先ほど来お伝えしているようにプチハツラツ市、いよいよ残すところあと30分を切ってまいりました。どうでしょうか、お楽しみいただけましたでしょうか。おいしいもの、おいしい飲み物も含めてお召し上がりいただけましたでしょうか。お帰りの前にはぜひね、ご家族へのお土産だったり、あとは晩ご飯用にね、食材惣菜を買っていったり、お弁当を購入するなど、最後の最後のお時間までぜひこのプチハツラツ市お楽しみいただきたいと思います。まもなくフィナーレということで、もう売り切れてしまった商品とか、いろいろあるかと思いますが、先ほどね、石田さんからも近澤さんからもあったように、きっと来月も、何らかの形で開催されると思います。ハツラツ市なのかプチハツラツ市なのか、それは別といたしまして、今日もね、こういった形で開催されて、今僕の目の前をね、パトレンジャーともう一人戦隊もののヒーローでしょうかね。かっこいいですね。写真撮っていいですか。今日ずっとその流れなんですけど、ね、あ、ちなみに何ていうヒーローですか。これ喋れないですよね。パトレンジャーとルパンレンジャーですか。へえ、ちょっとじゃあダブルで撮らせてもらっていいですか。今日ね、この新大橋が下が格子になっているから超かっこいい写真が撮れるんですよね。じゃあ撮ります。はい、チーズ、ありがとうございます。 SNS にアップしても大丈夫ですか。ありがとうございます。こんな感じでレイヤーの方見かけたら気軽に声をかけていただく、これもハツラツ市で培ってきた一つの大垣の楽しみかと思います。ぜひ来月もね、いずれかの形でこのハツラツ市もしくはプチハツラツ市が開催された暁には、お友達を呼んで密にならないようにしてお出かけいただきたいなと思います。今日はね、大垣をあまり暑かったし遠くまで行けなかったなという方はね、この新大橋とか西田花店さんあたりだけでなく、結構大垣市各所に声の形、アニメ声の形の聖地もありますので、ぜひ秋の行楽シーズンにはそういったところまで足を伸ばしていただきたいなと思います。さあ、そしてこのね、元気いっぱいな大垣市、住みよい町大垣市なんですが、大垣市でもですね、こういった問題を抱えております。ここで大垣市からのお知らせなんですが、今年に入ってから偽電話詐欺被害に遭う人が急増しています。増えています。手口が多様化、そして巧妙化しています。中にはですね、銀行員ですとか市役所の職員を名乗ってキャッシュカードを騙し取ってしまう、そしてさらにはこの給付金の手続きのために口座の変更が必要だなと言いまして、暗証番号まで聞き出してしまうという、そして実際にお金が引き出されてしまったという被害が発生しています。これね、本当にそんなことあるのかと思われる方も多いと思いますが、実例を申し上げますと、女性のお宅に市役所保健職員、保健課職員と名乗る男、そして金融機関職員を名乗る男から払い戻しがあるよと、その口座を更新するためにこれとこれが必要だよと言われて通帳を騙し取られ、お金を実際に引き出されてしまうという被害発生しました。これ有名な、ね、オレオレ詐欺もそうなんですけれども、他にも還付金詐欺だったりとか、こういった時期なので給付金の申請をしていて、その続きの手続きかなと思わせて、詐欺被害に、合わせてしまうというケースもあるようです。気をつけていてもなかなか難しいんですが、やっぱり警戒に警戒を重ねていただきたいなと思います。さらにはショッピングもね、最近はこうやって街に出かけていただく以外にも、まあ通販でね、ネットで買う方も多いと思いますが、そういった場合に今度下級請求というのが来るよう場合があります。これも見分けが非常にしづらくて、あたかもそのサイトのような、アドレスからメールが来ても実際は偽物ということもあります。こういったものにも十分気をつけてください。僕も正直自分は大丈夫だと思っている口なんですが、そんなことはないそうです。巧妙、そして多様化している、こういった詐欺被害に遭わないようにお気をつけください。
まあ、基本的なところでは、もしそういった手続きがあった場合でも、職員や行員の方が通帳を預かりますとか、暗証番号を教えてくれたら代わりにやっておきますということはありえません。まずは一呼吸置いて次の行動を取っていただきたいなと思います。あとね、もう一つ怖いのが、今日中じゃないと困るんだってこう焦らせてくるやつなんですけれども、そんなことないと思います。慌てていても、愛する人の声、大切な人の声が分かるように日頃から連絡を取る、日頃から会って声を聞いておくなど、そういった生活様式というのの見直しも必要になってくるかもしれません。それでもなおこういった悪質商法や電話の詐欺などに遭ってしまった、もしくはあれもしかしておかしいなと思う方、お気軽に消費生活相談室にご相談いただきたいと思います。消費生活相談室は大垣市役所2階にあります。平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。電話番号を申し上げます。 0584-75-3371 0584-75-3371 消費生活相談室です。大垣市役所の2階、平日の9時から夕方5時まで受け付けています。家庭や地域で協力して偽電話詐欺被害が出ないように心がけましょう。これで大垣市からのお知らせを終わります。さて、時刻が1時36分回ってきております。残り時間あと24分少々となってきました。お土産は買いましたか？ご家族へのお土産、あとはご自身への晩ご飯など、お惣菜もそうですし、お弁当もそうです。さらにはね、フリマなんかでもまだ掘り出し物が残っているかもしれませんからね。ぜひ、お時間がね許します限りといっても、あと20分少々になりました。お早めに各ブースを覗いて訪ねてください。そして2時までとなっている今日のプチハツラツ市です。全てのイベントが終了となります。コスプレイヤーの方とかも歩いていますのでね、ぜひ皆さんお早めにレイヤーの方に写真撮っていいですかと声をかけて写真撮ってみてくださいね。そして先ほどの近澤さんからもありましたが、皆さんが持っていらっしゃる SNS のアカウントというのは何かの拍子で非常にバズったりとかですね、誰かが引用して宣伝効果がもう何十倍何万倍になることもあります。ぜひ今日のね、このハツラツ市の思い出などツイート、インスタグラムでのね書き込みなどしてくださいね。他にはそういったね SNS でそういった投稿を見かけた場合に、リツイートや引用リツイートをするなど、皆さんで、せっかく、途絶えていたものがプチという形で今継続されています。皆さんもそういったね、宣伝の協力していただけますようによろしくお願いします。さあ、それでは残り時間はあとわずかとなってきました。残りの時間もぜひお楽しみください。この後最後のご案内を2時ぐらいにご案内いたしますが、それまで引き続き最後のお時間、プチハツラツ市お楽しみください。はい、本日も、お送りしました、コルパ放送局ですね。本日、プチハツラツ市を楽しんでまいりました。また次回の、チャンネルをよろしくお願いします。それではさようなら。